こんにちは。ワッチ&シーアカデミーパフォーマンススーパーバイザーのダイスです。今日はパワーポジションについて話してみたいと思います。パワーポジションはバスケットボールにおいて基本中の基本となる、姿勢となってきます。ディフェンスを行うとき、ドリブルを行うとき、もしくはストップをするとき、さまざまな状況に対応できる、人によってはアスレティックポジションといいかもしれません、基本的なポジションとなってきます。でこのポジションを正しい位置で取れるということが、次の動きをきれいに行うために非常に大切になってきます。はい、でどうやってその正しい位置を、把握するのか。僕はですね、このようにしゃがんだ状態で体を前後ろ前後ろで一番自分がバランスを取りやすいところを見つけていきます。そうすることで前後の自分の中心っていうものを感じるようになれると思います。同様に左右ですね、左右左右左右と動いた時に自分の中心ですね、左右一番バランスを取りやすい位置を見つけていきます。前後ろ左右の、中心、そこが自分にとって一番心地の良い中心のライン、重心がある、重心が一番整っている位置と思ってください。でこの位置で動きを進めれるように、さまざまな動きができるようにしていきます。この基本のパワーポジション、自分の動きやすいパワーポジションを見つけるということがバスケットボールのスキルを高めるために非常に重要になってきます。自分でちょっと体について考えて探ってみてください。でもし何らかの違和感、痛み、もしくは疑問等ありましたら、近くの専門家に、まずは聞いてみてください。多くの専門家の方たちが、これに対しての答えを持っている、もしくはアドバイスをしてくださると思うので、皆さんいろんな人に頼ってみて、自分の体について知ってみましょう。頑張るぞ。